いつも動画を見ていただきまして本当にありがとうございます勉強をしていく中でご相談などございましたらお気軽にメールいただければと思いますもちろん無料ですこの動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL または私のメールアドレス記載しておきますので何かご相談ございましたらいつでもお気軽にメールいただければと思いますそれでは本日の3問をご覧ください A から移任を受けた代理人 B が、 A の許諾及び指名に基づき C を副代理人として選任したときは B は C の不誠実さを見抜けなかったことについて社会通念に照らして責、えー、めに帰することができる自由があった場合 A に対し責任を負う丸か×かという問題ですで考えたい方は一旦動画ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認ください で、答えは丸なんですけども、まず状況としては、A が本人で B が代理人で C が副代理人という状況ですね。で、副代理人 C の不注意などによって本人 A に損害を与えてしまった場合、代理人 B が A に対して責任を負いますかっていうのが、まあ、質問内容なんですね。で、この場合っていうのは、債務不履行のルールに従って処理します。え、つまり、代理人 B に、 社会通念に照らして、攻めに帰することができる自由があった場合、これ言い換えると過失があった場合なんですね。まあ、つまり、過失があった場合っていうのは本人に対して責任を負うよと。代理人 B は本人に対して責任を負うよ。過失がないのであれば、代理人は本人 A に対して責任を負わないよ。っていうふうに考えていただくと分かりやすいです。そうすると、この問題文を見ると、 B は過失があったって書いてあるんですね。まあ、過失があったっていうふうに直接的には書いてないけれども、ここ、攻めに帰することができる自由。これは過失があったってことですよね。したがって B は A に対して責任を負うということになります。よって丸ですね。で、続いて問い2に入っていきます。宅建業者 A が自ら売り主として、宅建業者でない B と建築工事完了前のマンション、代金3000万円の売買契約を締結した場合、 A が B から手付金600万円を受領する場合においてその手付金の保全措置を講じていないときは B はこの手付金の支払いを拒否することができるルか×かという問題ですえまず売り主は宅建業者買い主は宅建業者ではありませんしたがって、まあ、ハッシュ制限の適用があるんだということですねで建築工事完了前って書いてありますのでこれは未完成物件ということですね ということは、手付金等が代金の5%を超える場合、保全措置が必要になります。じゃあ、代金の5%っていくらかっていうと、代金3000万円なので5、5%は150万円ですよねで。150万円を超える手付金等を受領する場合、事前に、まあ、事前にっていうのはこれ、えー、受領する前ってことですよ。手付金等を受領する前に、保全措置が必要だと、まあ、いうことになります。 で、今回の問題、600万円を受領する場合ですよね。で、この600万円について、保全措置を講じていないんですよね。で、この場合は、飼い主 B っていうのは保全措置していないなら、鉄撃金払いませんよと、支払いを拒否することができます。まあ、従って、丸になるということですね。で、個別指導では関連ポイントも一緒に解説していきます。で、関連ポイントも一緒に勉強することで、頭がごちゃごちゃにならないようにするんですね。 つまりまあ整理をしていくっていうことです。勉強を重ねていくと知識がどんどん増えていくので混乱していくんですよ。それを防ぐために関連ポイントを一緒に学習して整理をしていくんですね。まあ、これも効率的な勉強法の一つなので、ぜひですね、独学であったとしても予備校を通っている方だとしても,もう自分自身でね、整理できるようにしていきましょう。 で、個別事情の受講者さんについては、関連ポイント。まあ、あの、関連する問題ですね。を、プラスアルファで追加しています。なんで、そちらもですね、受講者専用のメルマガでご確認いただければと思います。で、問いさんです。停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して、2週間以内に事後届け出をしなければならない。まるか罰かという問題ですね。で、これ答えはツです。事後届け出っていうのは、 契約締結日から2週間以内にしないといけないいいとけんですねつまり、停止条件が成就してからではありません。問題文は、停止条件が成就した日から2週間って書いてありますよね。ここが誤りだということです。で、これっていうのはよくある引っ掛け問題なんですね。で、この問題っていうのは非常に重要な考え方があります。で、これは本文に限らず、近年の引っ掛け問題などに対応するための考え方なんですね。で、この考え方を日頃から使って学習していると、 本試験ででも得点できるようになります。えー、その考え方重要なノウハウなんでちょっと個別指導でしか解説していないので、えー、個別指導の受講者さんは受講者専用のメールマガの解説でご確認いただければと思います。 で個別事情についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでえ気になる方はご確認いただければと思いますで。毎日お送りしているこの3問っていうのは、まあ、基本的には、まあ、あの一般的な解説レベルなんですよね。おそらく予備校の解説とか、えー、通信講座の解説とか、まあ、そのぐらいのレベルで、まあ、具体的な考え方だったりとか答えの導き方まではちょっとお伝えはやっぱ難しいんですね。なんで、まあ、本気でね絶対合格したいと。 え、いう方はぜひ、え、個別指導、ご検討いただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。できれば、グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いいたします。グッドボタンがたくさんあったり、また、チャンネル登録者数増えますと、私も励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオノでした。